今日の質問は「聖書は膨大な書です」「どこから読めばいいのですか?」という質問です。3つ申し上げますね。1番目まず一般的な助言一般的な助言これはね聖書には旧約聖書と新約聖書という部分に分かれて2部あるわけですけども。 新約聖書の始めから読むというのが一般的な助言ですね新約聖書の始めには福音書という書が四つあるんですマタイマルコルカヨハネという四つの福音書がありますその四つの福音書はすべてキリストこれはヘブル語ではメシアと言いますね救い主という意味ですね このキリストについて証言しているのが四つの福音書ですで。最初に出てくるのがマタイの福音書です。しかしマタイの福音書から読むのはあまりお勧すすめできない。というのはマタイの福音書はユダヤ人を対象に書かれた書だからです。ですからもう少し知識が進んでからマタイの福音書を読むといいかもしれません、えー。ユダヤ人でない私たちが読んで一番わかりやすいのは、 マルコの福音書ですねマルコの福音書の特徴はイエス・キリストが非常に活発に行動されるということですねそしてすぐにそしてすぐにそしてすぐにという言葉が繰り返されますですからまずマルコの福音書からお読みになることをお勧めしますそれが終わると次にお勧めなのがヨハネの福音書ですこのマルコの福音書と ヨハネの福音書をお読みになるとイエス・キリストというお方がどういう方であるかということがだいたい理解できるようになります。じゃあ2番目のポイント今のは一般的な助言ですけれども2番目のポイントはもう一つの選択肢があるということですね。それは何かというと旧約聖書の最初の創世記から読み始めてみるということです。創世記にはそれ以降聖書の中で展開される全ての テーマのの最初の部分が含ままれています例えば人類の創造と堕落あるいはキリスト到来の約束そして全人類を救うために神様がイスラエル民族を選ばれたというようなそれ以降展開される大変重要なテーマの方が最初の 芽生えがそこに全部あるということですただし創世記は一人で読んですぐにわかるということはなかなか難しいと思いますからもしそばに導き手がいて読むということになるならばより効果的だと思います一般的な助言そして創世記から読み始めるというもう一つの選択肢をお話ししました最後に3番目ですけど 同時に聖書に向かう姿勢も重要ですね。どこから読むかということと、同時にどういう姿勢で聖書に向かうかっていうことが非常に重要ですよ。つまるところ、聖書が語ってるのは次の2つです。1つは神とはどういうお方か？神とはどういうお方か？2つ目はその神に近づくためにはどうしたらよいのか。どうしたら神に近づけるか、この2つが。 聖書が伝えているメッセージですねぜひ聖書に向かう姿勢を正して聖書を開いてみてくださいではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました